f b c は世界各地でキリスト教に関連した放送を専門に行う団体。スローガンは信仰は聞くことから始まる。f b c の放送開始のきっかけは太平洋戦争が終戦を迎えた1945年、荒廃したアジアの人々のために祈りを捧げようと決心したアメリカ人のキリスト教と3人が中心となって、 鳥小屋を改装したスタジオから第一回目のキリスト教の福音説教を放送したことに始まるとされている。当初は中国、上海から放送を行うが1948年に閉局し、その代わりとして1948年にフィリピンマニラデクゼスのコールサインでフィリピン国内向けの放送を開始。それをしながら中国大陸へ向けた短波放送の準備。 計画を進めた。現在の f ー b c はアメリカ合衆国に本部があり、大韓民国、フィリピン、サイパン、セーシェルなど全世界46国地域に放送局があり、地方言語を含め約150カ国語で放送されており、各国国内向けと周辺国向け国際放送を展開している。日本では日本福音同盟の協力会員。かつて、 沖縄県にあった極東放送も、もともとは、FBC によって開設された放送局であったが、1972年5月15日、沖縄県の本土復帰に伴い、1973年宗教放送局としての、機能は、韓国のチェジュ島に移され、アジア放送が開設された。なお、アメリカ軍の在日駐在兵を対象に、 英語のディスクジョッキー放送を行っている AFN の全身 FEN も直訳すれば極東放送という意味になるが f b c との関連はない。アジアオセアニアアフリカヨーロッパ北米日本 f b c の本部兼スタジオは当初東京お茶の水のお茶の水クリスチャンセンターにありこのビルにはリスナーを集めてイベントを行えるやや広い会議室があって 年に力2回の集いが行われた。KTWR のイベントもここで行われたことがあった。スタジオは1989年に東京都武蔵野市の現在の場所へ移転した。日本語放送は AM ラジオとインターネット、f b c オンラインで放送を行っている。番組内容はすべて宗教番組であり、 毎週日曜日には礼拝の模様を録音した番組も放送されている。番組は基本的に独自制作のものであるが、日によって外部制作の番組も放送されている。ティルームと呼ばれる無料の聖書通信講座も行っている。JST イコールは特区プラス吸出力2 5 0ットで送信近接周波数を使用している。地域では受信困難な場合がある。 また、口述の通り、FBC、チェジュ極東放送は、外国語放送も、FM と同時放送しており、チェジュ島周辺では1 0 4 7ヘルツまたは、101. 1 0 1 1ヘルツで放送している。前日と、日本の極東放送の項でも説明したように、日本の放送法では、日本国内での宗教放送局の設置が認められていないため、ラジオの電波は、 韓国、チェジュ島のラズ局の送信書から送信されている。2000年頃から、ラジオ番組は、インターネット経由で、日本フィービーシーからラズ局へ送られている。かつての日本語放送は、チェジュのラズの他にも、フィリピンのマニラ、アメリカのサンフランシスコからも放送されていた。この頃は、単に、フィービーシーというと、マニラからの放送を指すことが多かった。当時、 番組は東京お茶の水のスタジオで録音され番組テープが各局に空輸されていた当時の放送時間はクゲが17時から18時と20時から21時マニラが19時から20時と22時から23時チェジュの肌が当初は0時40分1時35分後に21時30分22時30分で1日あたり再放送を含めて 合計6時間のフィリビーシーの番組が日本宛に日本国外3拠点から送信されていた。1980年頃に友情の声、区芸はサンフランシスコから生放送を再開した。アナウンサーの金子孝二氏が現地に赴任して生放送を行った。その際にはお便りに対してラブラブカードという現地の絵はがきが発行されていた。また、フィリピン。 アメリカからの放送が廃止された後の1986年、ゴロにはサイパン島の KFBS が日本語放送を開始したが、こちらは宗教職を控え、コンテンポラリーミュージックステーションという音楽専門に近い内容の放送が日本時間の夕方に行われたが、わずか数年で廃止された。1970年代の BCL ブーム時には、 f ー b c ーーの3系統の日本語放送は多くの聴取者を獲得していた。f ー b c ーー東京支社は会員誌、若木を発行。その会員は F.E.B.C. ともの会メンバーとして登録されていて、メンバーカードも発行されていた。会員の集いも定期的に行っていた。当時の人気 DJ は金松豊。性格的に厳格なキリスト教放送を行う中で、 親しみが持てるキャラクターで人気を博した。金松が出演する番組はマニラ及びサンフランシスコから放送され、肌は専属パーソナリティを吉崎恵子が務めた。吉崎は1970年に日本フィービーシーに入職し、それ以来四半世紀以上も同局での放送伝道に携わり、現在も番組出演している。2005年4月には、 日本フィービーシーの代表に就任した。1980年頃には大きく番組編成が変わり、青少年が聞きやすい番組がいくつか制作された。その中でも、フィービーシーそれゆけたったの30分は多くの支持を受け、お便りも非常に多く寄せられた。小西達郎氏がメインパーソナリティとして大人気となっていた。この番組はラズで放送されていた。また、 BCL マニアの間ではベリカードがなかなか取得できない放送局の一つとしても知られていた。二日または一週間を通しての番組記録とともに感想を添付したレポートを送らないとベリカードでなく受信記念カードが発行された。このベリカードには日本支社発行のものと各放送局が独自に発行するものと2種類が存在した。 各放送局への直接のレポートの場合、一回だけの聴取でもベリカードが発行され、取得が容易であった。日本支社のベリカードは、シリーズベリで、送信書がある、チェジュ島の自然シリーズ、送信書シリーズ、日本支社シリーズなどあり、ベリカードと同時に、受信報告結果表が発行される。受信報告結果表にある、ベリカードを発行しました。の部分を切り取り、 二日または一週間を通しての番組記録と感想を添付したレポートと受信報告結果表にあるベリカードを発行しました。の部分を一緒に送ると次のシリーズベリカードと同時に受信報告結果表が発行されるシステムがあり、シリーズベリカードは i-1 から6-4まで20種類あった。また、イースターの時期になるとイースターベリが発行されることもあった。 宗教法人日本 FBC では1995年12月からベリカードの発行が中止されたが FBC ーーーコリアではラズの受信報告に対しても引き続きベリカードが発行されている。友情の声、クゲイの生放送時代は金子コーニアナラがお便りに対して独自のラブラブカードを発行して人気を博した。 FBC シ,シ,シンガポールで毎週土曜日23時から30分間から日本語放送を行っている。内容は慶子の郵便ポストといつも、そして共にマタイによる福音書マイナスの放送をしている。大韓民国国内向けの宗教番組専門の放送はソウル特別をキーステーションに大田広域市、即走市、手具広域市、歩行市、不在広域市、 うるさい広域市、マサゲン市、木浦市、甲州広域市、チェジュ市から行われている。韓国での PBC の原点は1954年に現地の財団、韓国福音放送が設立され、そこから1956年に開局した極東放送が母体とされている。その後1961年1月に国際福音放送と改名、 一度1963年に放送免許が取り消されるも3月に再認可を受けたが、経営難から1967年にチーム選挙会の運営によるチームラジオと変更される。その後フィービー C の参加に収められた。そして上日の通り、沖縄県で同様の宗教放送を行っていた極東放送が日本の放送法により、 宗教専門の放送局を設置できないことから、その代替として、チェジュ島に FBC の系列局、肌が1973年に設立された。韓国での放送開始当初は常実の通り、HLKX 取らずのみで、中派放送のみを実施し、韓国内だけでなく、周辺近隣諸国のリスナー向けに韓国語と中国語に加え、HLKX からは英語。 なぜからはロシア語と日本語の番組も放送されている。その後この2曲が2001年10月、陶器上はアジア放送が極東放送に吸収される形で法人合併が行われ、法人の統合後は FBC コリアとなり、アジア放送はチェジュ極東放送に局名を変更。1980年代前半の言論統廃合によるマスコミの規制が、 韓国の民主化政策により一部緩和された1989年以後、上記の主要都市をカバーする超短波放送の事業を開始し、全国ネットワークを構築するようになった。ソウルとチェジュ島は、中波と同じ番組を標準 FM 放送として放送している。マスコミ統制が廃止される以前は、ソウル、チェジュ島も放送時間を早朝と夜間に絞っていた時期があった。 1981年に放送された BCL ワールドタムタムによるとという日程が組まれていた。なお、韓国にはプロテスタント系の民放ラジオとして、f b c とは別の組織である CBS という放送局があるほか、特定の宗教に特化した専門放送局の全国ネットワークが多数ある。これらはマスコミ統制が1987年の韓国の 民主政策課により事実上緩和されたことにより、新規の放送局開局が再び認められたことによるものである。配列は開局日付順の開局日を基準として記載。周辺国言語の放送が実施されているソウルとチェジュ以外はすべて韓国語による24時間放送である。極東放送ソウル特別視野ウラ区にある極東放送。 2014年6月地樹局等、放送大田局等放送小源局等放送、木浦局等放送令東局等、放送歩行局等放送手具局等、放送ウルサン局等放送不山局等、放送公衆局等放送前、南東釜局等放送前北局東、放送、増山市国内向け放送は、国内各地に中波7局、 FM3 局の10の放送局を構えている。ありがとうございます。